皆さんこんこ所所今回はですね第2回目ということですが京都スマートエクスポ2020のです、ね、中で高等研がセミナーをシリーズで用意しておりまして第2回目にあたりますテーマは高等研が取り組む COVID-19 今のウイルスですね新型コロナウイルスですが それを迎えてニューノーマルの時代へ突入しようとしています。その時代に向けての提言ということで、このセミナーをシリーズものとして提供しておりますが、今回は1000回に続いてですね、若い先生方に集まっていただいて、議論をしていただきたいと思います。ファシリテーターは、えー、小前井正治先生、並びに宮野直樹先生にお願いしたいと思います。メンバーの紹介はその中でやってください。じゃあ皆さんよろしくお願いします。 はい、えっ、ー、と、えー、客員研究員の駒井と言います。よろしくお願いします。えっ、ー、と、今日はですね、あの、第二回ということで、えー、前回第一回の所長、副所長の、えー、議論をですね。引き継ぎまして、えー、今回は若いメンバーでいろいろ議論していきたいなと思っております。 で今回、集まりいただきました若手のメンバーのです、ねえー、まあ構成といいますかあのなぜにこの若手のメンバーに集まっていただいたかということなんですが、えー、毎月のようにです、ね、あの集合地ネットワーク、えー、と国際高等研究所地図会議というふうにですね させてていただきまして毎月オンラインで,です、ね、いろんなテーマに関して議論させていただいているところですそのメンバーに今日はです、ね、オンサイトでお集まりいただいていろいろ議論をいただくということになっておりますで、えっと、前回先生方あのシニアのといいますか所長副所長にお話しいただきました、まあ、コロナとパンデミックにのをですねポストニューノーマあポストコロナのニューノーマル ということでいろいろお話しいただいたと思うんですがあの前回はです、ね、サ,サバイバビリティのお話が所長からありましていろんな形でトランスフォームしていく必要があるんじゃないかということだったのかなと思います。 でまあ、我々若手もしくはさらに若手の、まあえー、ジェネレーションの皆さんは、えー、おそらく当事者というか、えー、これから変わっていくことをですね体現していくような当事者になっていくのかなというふうに思っておりますそんなことでですねトランスフォームすること自体は、まあ、おそらく間違いないのかなということなので、まあ、これからどういうふうにトランスフォームしていって、えー、まああの 状況であるとか、まあ、環境に、えー、アダプトしていくのかというような話を、まあ、本日はできればなというふうに思っておりますで、えっ、ー、と、まあ,あの、なかなかと私が話してもあれですので、えーと、個別にですね、自己紹介を簡単にいただきながら、えーと、それぞれの皆さんの紹介をしてまいりたいと思います。えー、では、宮野さんの方からよろしくお願いいたします。はいえーっと 高等研研で客員研究員究やってておりまして京都大学で学祭センターというところで教員してます宮野と申しますで、えっとまあ、今回の,そのテーマに沿って一言、えー、感じてることを言うとするならばそのそうですねその変,わる変わった部分も当然あるしでこの後皆様に自己紹介しながら変わったこととか話してもらいますけどもと同時にまあ僕はその変わらんことっていうのもやっぱ興味あって学問っていうのはまあ 普遍っていうと最近はあれですけどもあれっていうのはあれですけどもわ本当のことをやっぱ考えるっていうのが学問だと思ってるんでねだから変わることと変わらないことその2つ意識しながら、まあ、過ごしていますとその思うことについてはまた後でディスカッションできればなと思っております。 えー、こんにちは、えー、名古屋大学の久喜田と申します、えー。本日はお招きいただきましてありがとうございます。えー、ニューノーマルっていうのが、まあ、キーワードの一つになってますが、まあ、まだノーマルと言えるようなあ状況がですね、えー、成立してないと思ってて、まだみんな異常事態で、えー、まあ、私も含め、えー、あたふたしているところだと思います。 でこれがどういう形でですね、収束して、えー、何かこうノーマルになっていくのかっていうのは全然見通しがつかないんですけど、まあ、私が思うところにはですね、この感染症っていうのは常にこう人類と共にあったわけですが、えー、どうもこの感染症っていうのが人間の感情とか物の,の感じ方、えー、認知というものに与える影響っていうのが結構あってその感染症のプレッシャーの強い地域っていうのはあの伝統的に権威主義とか集団主義や、 強いっていうそういう心理学の調査もあったりあるいはこう感染症とかを思い出さされた後に何かこう実験をしてもらうとそういう人の方がそうじゃない人よりも何かこう他者のルール違反に対してすごく厳しくなったりこう権威に従うような姿勢を見せたりとかそういうことがあってでこれっていうのは何て言うか人間がこう近代にですね築いてきた あの集団よりも個人を大事にするとか人の自由なあの発言だったり行為だったりを尊重するとかえその他者ですね自分たちとは違うコミュニティの他者とも平等に扱ったり付き合ったりというそういうまあ近代以降の重視されてきた価値観というものとこう反するところがあるえ衝突するところがある。ここをですね我々はまたその 近代以前の部族主義に陥っていくのかそれともそこをどうにかこう克服していくのかたとえこうコロナと常に付き合わなければいけないウィズコロナという状況になってもそういう部族主義というものに戻らずに近代の価値観を維持していけるのかその辺のことにですね私はあの興味を持っていてでそうならなきゃいけないと思っていますそういうふうにするためには何ができるのか社会とか。 技術とか、えー、そういったものをですね、えー、なんとか人々のこう部族主義的なあマインドというものをこう再燃させないような仕方でどういうふうにこう方向づけていくのかということに興味を持ったりしてます。ちょっと長すぎましたはい えー、京都工芸生大学の半場と言いますちょっと年代的にはっきり言って若手ではなくてもお中堅なんですけれども、えー、私専門が植物生理生態学ということなのですけれどものテーマがですねその地球温暖化とか都市温暖化に対して植物をどういうふうに使っていったらいいかというテーマでして実は何も。 コロナ前と後で変変わわっってていいまませせんん全く何もやり方もそれからテーマもあの追求すべきこともですね実は全然変わってないで表面的に会議のやり方とかはそれはズームになったとかっていうのはあるんですけれどもあの日頃のそのサイエンスの営みとしての,あの内容というのは実は全く 変わっていないということをちょっとここで申し上げておきたいなというふうに思います。あの皆さんはいろいろあの変わったこと変わらないことがあると思うんですけれども、私としては変わっていないということをちょっと強調しておきたいと思います。よろしくお願いします。はい、あえっ、ー、とあ失礼しました。よろしくお願いいたします。えー、私はえっ、ー、と。 花大学の経済学部にいるんですけれども、えー、経済学部はもちろん専攻で、えー、経済史経営史というところで歴史というのがあの専門です領域として持っておりますで今日の第1回目の,あの内容も含めていうのであれば、えーとまあ、コロナあ内容も含めてコロナというものを で変わったもの変わってないところというところを考えていくとやはり働き方の変化働くことに対する人々の意識の変化というところに私は興味を持っているところです。であの産業革命の話が第1回でもありましたけれども第 1, 回の産業第1次産業革命の時にはやはりその、えー、集まって働くことのメリットっていうのがあの。 重視されるようになって、その体制が今まで続いてきているとあの思うんですけれどというふうに見れるわけですけれども、このコロナを受けてマリモートワークとかがあってこう分散して働くことのメリットというか、そういったところがまあ重視されてきているのかなということで大きな変化があったと思っております。で、特にそれはですね、モニタリングコストをどう減らすかというところの技術開発の部分があのそれをもちろん支えているし、でそのえ人々をですいるっていうところが 大きいんですけれどももう1つ、すね、我々が考えないといけないのはその制度設計どうしていくのかとか制度設計で乗り越えてきたところをどう分析するのかというのは今後、ちょっと面白いかなと思っている部分です以上です。 京都大学大学学院文化研究科のの杉谷和也というものです、えっと、私は実はちょうどおとと,いかせんおとといですね、ちょうど金曜日に博士論文を出したばかりで、<laughs> えっと、その博士論文の内容が、まあ、エビデンス・ベースとポリシーメイキングという、まあ、専門性や科学的根拠に基づく政策をどうやって作っていくかということについての研究だったんですけれども、まあ、今回やっぱりコロナの問題を受けてですね、まあ、この やっぱり EBPM とかエビデンスとか科学的根拠というものというのがいかになんいうか政策や政治の中で曖昧なものかということをまあ私自身かなり思い知らされたところがありましてというのは例えば、EBPM の議論ではアメリカとイギリスというのは優等生として知られてきました。 きたんですね、まあ、よく科学的根拠を使えてていい国だというふうに言われていたんですが実際にそれらの国ではなかなかコロナ対策というのがうまくいっていないという現状がやっぱりあるそういった時にじゃあ EBPM って本当はそういう研究とか知識を やたら増やしていくだけでは政策改善につながらないし社会を良くしていくことにつながらないんじゃないかということをやっぱり私はどうしても考えたいといかそこがどうしても気になっているところで、まあ、これは実は博士論文ではなかなかそこまでは組み入れられなかったんですがもう博士論文が終わって一息つく間もなくですね早速社会の側からそういう宿題を与えられたと思っていたところでですね第1回目のところで、まあ、有本先生のお話されていたグローバル化の話であるとか澤、まあ、先生のお話されていた産業革命、まあ、そこにかかっている知識ですよねあれも本当に知識の話。 をされれたと思うんですけれどもで何よりもあと最後に高見先生のされていたこのリテラシーの問題ですねこれだけやはりあの松澤先生もご指摘していましたがこれだけこうなんというかえ医療とか政策についての知識がかなりたくさんアウトプットされているにもかかわらず社会にそれが受け入れられていない。 受け入れられにくい状況というのがあってどういうふうにしていけばいいのかということを私自身もちょっと本当に研究テーマに関わる問題ですし、そしてこの国際高等研究所としてもそういった問題をやっていくということを松本所長からお話ありました通り、ちょっと私も一緒に微力ながら一緒に考えていきたいというふうに思っている次第です。以上です。はい、えっ、ー、と大阪大学の中村と申します。私自身専門はまあ科学技術の歴史とかあるいは科学と社会との関係っていうものについてまあ。 いろいろ研究したり取り組んでいるんですけれどももう一方でと大阪大学に所属しているのが全学教育推進機構というところでいわゆるその一般教養で、まあ、大学に入ってそのすぐの学生たちがきれいなそのいろんな授業を、まあ、どういう形でその新しいタイプのものを開発していくのかとかあるいはその学生の,その意見とか声とかっていうのを聞いてどう、まあ、発展させていくのかっていうようなことに取り組んでいるんですけれども、まあ、そういう中でですね まあえっとこれまでいわゆる事業ということだけではなくてまあいろんな形の学生とそれこそ飲みに行ったりとかっていうようなことをまあやってきたのがやはりこのコロナでこの状況の中でなかなかやりにくいただもう一方で学生まあ特に1回生であったりとかいろいろその不安を抱えていたりとかあるいはその大学としてまあできることできないことっていうこのこっち我々が抱えてる状況の中でまあできることをやってるわけですけれども。 あそこがそのよく見えてないがゆえに余計にフラストレーションをためているっていうようなこともあるのかなと思っています。でそういう中でその学生とのそのコミュニケーションというのはどういうふうにやっていくのかということで、まあ、えと最近何があったかなということで考えてたんですけれども、まあ、ちょうどその同じ大学の別の部局のその同僚というか友人と、まあ特にその学生とかってのを意識してあります、YouTube でのライブ配信のような、まあそれもえと平日の夜10時頃から。 12時とか1時頃までというちょっとおかしい時間帯にですねちょっと学生からえっとコメントを受け付けてでそれについてですねまあちょっとコメントしたりとかあるいは大学のまあ他の部局の,そのいろんなその分野の先生であったりとか学生の卒業生でまあいろんな例えば YouTuber だったりとかいろんな形で活躍しているような人たち。 学とお話を聞いたりというようなです、ね、まあ、そういうのをちょっとこの7月、8月ぐらいからやっていまして、その学生との,そのコミュニケーションであったりとか、まあ、社会とのコミュニケーションのやり方というのをです、ね、今までであればあまり考えていなかったようなそのやり方というものをです、ね、このところ実践し始めて、こういうようなこともできるのかというふうにちょっと感じているところです、えー、これよろししくお願いいたします。 はいえー、と京都大学大学院工学研究科のまだ博士課程の学生なんですけれどもお呼びいただいて嬉しく思っております安藤と申しますえっ、ー、とコロナで変わったことと変わらなかったことなんですけど僕から見ていてまず上の先生方大学の先生方っていうのはなんか結構その人によって対応が違ったなっていうのが素直な感想でありましたなのでなんかそのもちろん変えられない部分とか変えられる部分とかいろいろあると思うんですけどじゃあどういう先生 を見ていこうかな。みたいなことを結構考える。年にはえっ、ー、となっていたのかなと思っています。あとでえっとですね。あと、高校にもちょっと出入りしてるたい。あのことがあるんですけれども、高校生とか、あと学部生とかを見ていると、なんかむしろ対応どうするのかな？みたいなところをよく感じる気がします。なので、マスクは例えば絶対しなければいけないとか。えっ、ー、と食べるときはしゃべらないとか。そういう言われているような。ルールはみんなもちろん守ってるんですけれども。 あのじゃあそ,のそれを超えて自分のこうやりたいことをやるときにどこまでそれを打破してやるかとかどこを守るかとかそういう部分っていうのの判断まさにあの先ほどのリテラシーの話ともつながってくると思うんですけどあの、はい、その辺がやはり難しいという感じている人が多そうだなというような印象をそれぞれ上と下を見ていて <laughs> 思いました、まあ、僕自身ももちろんなのでじきじすごく考えるタイミングになったかなというふうに思っています。 えとなので今日はそういう話をいろいろ伺えたらいいなというふうに感じていますのでよろしくお願いいたします。はい、えーと、南山大学の中尾と申します。えー、コロナと変わっ前と、えー、後でじゃあわからないですけど変わったことと変わってないことなんですけれども、えーと、個人的には何一つ変わらず、えー、むしろ平和に過ごしているところで人がたむろせず道が歩きやすくなったなっていうのが一番正直な感想なんですけれども。 まあ周りは大変そうだなと思います。僕は何も大変ではないです <laughs>。ので、えっ、ー、と多分人によって違うんだろうなという感想です。はい、よろしくお願いいたします。はい、えー、京都大学の宇宙総合学研究ユニットから来ました田島智之と申します。よろしくお願いします。えっ、ー、と私の研究はですね、あのまあ人類学そして霊長類学ということで、えっ、ー、とまああの海外のフィールドに出て えーまあ、森でサルを追いかけそしてまあ村の人々と付き合ってまあ研究を進めていくということがまあ主要なアプローチです、まあ、それは我我私だけではなくて我々の業界としてはそういう手法を取るんですが、まあ、完全にこのコロナで海外とのまあ渡航ができなくなりまして、まあ、フィールドワークという手法そのものが今困難であるというのが一番大きな問題になってます。 でまたです、ね、対象がまあ猿なので、猿にあのズームをつないで,です、ね、あの最近どうですかと調査することはできないわけですね、われわれ、どうしても現地に行って、あの追っかけなければいけない、まず探さなければいけないですね、まあ、待ち合わせもできませんので、はい、ただ、えー、と実はまあ猿類、まあ、霊長類はです、ね、われわれとあの遺伝的にもとても近いので、当然 CO、COVID-19、まあ、罹患すると言われているわけです。 でですのでもう国際的にもまあ国際霊長類学会まあガイドライン指針を出しましてまあ今やもうサルを対象としたフィールドワークを我々はあのもう自制するべきだというようなもう流れというか声明で出しています。ですのでえ今後、ワクチンが開発されるにしてもえ研究手法においても我々ニューノーマルを考えなくてはいけないというかなり危機的な状況に立たされていることはまあ間違いないかなというふうふに思い,思います。 でえーとまあ、ラボワークとかですね、まあ、文献調査という、まあ、いろんな他にも手法はあるとは思うんですがやはりそれも我々なかなか限界があるというところでしてで、まあ、コロナ前からですねあのこれはコロナ以前からですねあの、まあ、情報化社会で、まあ、いわばもうこばネットでグぐれば何でも分かるみたいな、まあえー、雰囲気、まあ、社会情勢になって。 いるからこそあの実地で体験すること実地で我々が見知りすることっていうものの意味っていうのはより際立ってきてるんじゃないかなというふうに私自身は考えてきましたつまりフィールドワークのまあ重要性っていうのはやっぱり消えないんだなというふうに感じていますでこの,この今この状況下でコロナでこう実体験することがまあ社会的に抑制されているという状態だからこそまあ実体験 まあ実地で体験するということの価値は消えないし、まあ今後再びこう社会的な反動として重視されること、再重視されることはあるんじゃないかなというふうに個人的に考えております。以上です。えっと琉国大学の塩尻です。えっ、ー、と私はまあ衛生大学が専門なんですけども、特にえっ、ー、と生物多様性がどうやって維持されているのかっていうことに関してえっ、ー、と興味を持って研究しています。 でまあ、生物多様性の話をすると、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、今一番問題になっているコロナなんですけども外来種問題とすごく共通していてあの、まあえっと、一般に外,外来種が入ってくると排除しよう排除しようっていうふうにしてるんですけどもこれは今コロナの場合はもう排除できないとでそうなると,、えっとこれまであった、えっと、生物がどういうふうにこう、えっと、相互作用し合って 共存していくかっていうことを、まあ、人間も今マスクしてみたりあのできるだけ自分には感染しないようにとかいうふうに対応してますけどもあの、まあえー、と外来種問題も同じでいかに他の生物今いた生物の、うん、相互作用がどういうふうに変わっていくのかっていうのとかもあの合わせて研究していけたらなというふうに思ってますでコロナ前とコロナ後でどういうふうに変わったかなんですけども、えっと、先ほど 言われてましたけども、まあ、フィールドワークが中心だったのでフィールドワークには全然今年はいけてませんがその代わりあの現地一緒にやるや共同研究でやっていた人と Zoom をよくつなげてあの会議はよくしてなんかディスカッションはすごく多くなったような気がします。今日ははよろししくお願いいます、はいだいたい あの面白かったですごくざっくり言うと一つはやっぱ社会全体の話とで皆さん自身の研究の話研究分野の話であとやっぱり政策というか制度の話その3つぐらいの切り口というかターゲットあるんじゃないかなと思って、まあ、聞いてたな